江戸城開城。その時幕臣たちは。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは江戸城開城について紹介していこうと思います。徳川家を中心とした連合国家を作りたい旧幕府、そしてあくまで徳川家の打倒を目指す新政府との関係はついに内乱へと発展してしまいました。やがて鳥羽伏見の戦いで勝利を得た新政府軍は大軍を持って江戸へ進撃するのです。この時徳川家そして江戸城をめぐる熾烈な駆け引きとは何だったのか、また当事者たちの動きはどうだったのか、そんな人間模様を分かりやすく解説していきましょう。徳川慶喜が江戸へ逃げてしまった理由とは。1867年10月、徳川慶喜が大政奉還を行ったことにより江戸幕府は終焉を迎えました。しかし慶喜にすれば政権運営に慣れていない朝廷は必ず徳川家を頼るはずであり、その時こそ慶喜が中心となって政治を動かすという腹積もりがあったのです。官職を辞して領地を返納せよという新政府の決定に対してものらりくらりとかわしつつ大阪城に腰を据えて情勢を見守っていました。一方武力倒幕を目指していた薩長ですが、ここで別のオプションを発動させたのです。旧幕府に対して挑発を繰り返して暴発を誘い、あくまで戦争に持ち込むつもりでした。そこで慶喜の不在をいいことに江戸で僧正事件をたびたび起こし、旧幕府側を挑発したのです。徳川家のお膝元で好き勝手に騒ぎを起こす薩摩に対し、幕臣たちも口々に薩摩打つべしと叫びました。やがて慶喜もそんな声を抑えることができず、ついに薩摩討伐の軍勢を繰り出したのです。もちろん慶喜には邪魔な薩摩さえ打てば新政府内での権限を取り戻せるという腹積もりもあったのでしょう。1868年1月、京都へ向けて進軍を始めた旧幕府軍でしたが、鳥羽伏見の戦いで思わぬ惨敗を喫してしまったのです。一方新政府軍には錦の御旗が翻りました。これは新政府軍こそが官軍であり、旧幕府軍は俗軍であることを意味します。この戦いはあくまで徳川と薩摩の死戦だと捉えていた慶喜は衝撃を受けました。まさか自分が朝敵にされるとは思っても見なかったのでしょう。慶喜は大阪での徹底抗戦を支持するものの、自らは密かに大阪城を脱し軍艦に乗って江戸へ逃亡してしまったのです。なぜ慶喜は手のひらを返すように将兵たちを置いて逃げてしまったのでしょうか。そこには彼の生い立ちが大きく関係しています。母は有栖川の宮織仁親王の娘であり、慶喜は徳川歴代将軍と違って皇族の血を引いているわけです。いわば朝廷側の人間でもあるという意識が強かったことでしょう。また孝明天皇からの信任も厚く、そなただけが頼りという言葉を賜っているほど、そんな自分が朝敵になることを非常に恐れたのです。慶喜が部下たちを置き去りにして逃げたことは決して褒められたものではありません。しかしながら大阪城に留まって降伏したところで、おそらく新政府首脳たちは自分を許さないことでしょう。それならば一旦江戸へ戻った上で時間をかけて恭順の意を示した方が得策だと考えたのです。旧幕府側の体制が一新される。さて1月12日に慶喜らが品川へ到着して江戸城へ入った頃、旧幕臣たちは光線派と恭順派に分かれていました。小栗忠政や榎本武明光線派は無傷の海軍力を駆使して新政府軍を迎え撃ち、砂漠派諸藩と連携して体制を盛り返すことを主張します。しかしトップの慶喜自身が恭順へ舵を切っている以上、徐々にその声はしぼんでいきました。
小栗は罷免されて所領へ蟄居し、老中職にあった板倉勝清、酒井忠俊らも次々と罷免されていきます。そして体制の一新を図るため、思い切った人事を断行したのです。それまで慶喜と疎遠だった勝海舟が陸軍総裁として抜擢され、会計総裁には大久保一郎が就任しました。実質的にこの2人が旧幕府側の最高責任者となったのです。勝が抜擢された理由、それは勝が持つ大きなコネクションにありました。特に新政府側の責任者だった西郷隆盛に対する影響力が強かったといいます。勝と西郷が初めて会ったのは1864年のことですが、新しい政治体制の構想をめぐって意気投合し、西郷は勝に対して大きな尊敬を寄せていました。一方、新政府の中では慶喜の処遇をめぐって意見が分かれていたようです。厳しい処分を課す強硬論と、穏便な処分で済ませようという寒天論が存在していました。薩摩の西郷隆盛、大久保利通は強硬派であったため、慶喜のみならず会津の松平容保や桑名の松平定明ら朝敵となった者への厳罰を求めます。またそれに応じて樽人親王が統制大総督に任命されて、いよいよ徳川を討つ体制に移りつつありました。また慶喜が朝敵となったことにより、それまで日和見を決め込んでいた諸藩が一斉に新政府側へ味方します。新藩の紀州尾張をはじめ、彦根藩や大垣藩といった不代閣がこぞって転じていきました。また徳川宗家を守るべき関東の不代大名たちも続々と新政府へ恭順し、まさに徳川家は窮地に陥ったのです。勝海舟の策謀とは、徳川慶喜が恭順する方針を固めたとなれば、勝のするべきことは決まってきます。それは徳川家を取り巻く不安要素を一つ一つ取り除くことでした。1月26日、フランス公使レオン・ロッシュを訪問し、派遣されていた軍事顧問団の解雇を申し渡しました。フランスはかねてより旧幕府が徹底抗戦することを進めていたため、その関係を断ち切る必要があったのです。その一方で薩摩と関係の深いイギリスに接近し、薩長との関係修復に努めました。イギリスにしても防衛相手国として日本統一と国内安定を願っているだけで、内戦など望んでいません。もちろんフランスがいなくなれば、薩長と旧幕府の仲介者として優位なポジションにつくことができるのです。次に勝が考えたのは不穏分子たちの排除でした。恭順に不満を持つ者がいれば不測の事態も起こりかねません。やがて2月に入ると、慶喜は上野寛永寺に入って謹慎生活を始めます。ところが慶喜の護衛という名目で将棋隊が自然発生的に結成され、勝を大いに悩ませました。彼らは薩長が悪巧みを起こし慶喜を朝敵にしたことを深く恨んでいたからです。そこで勝が思いついたのは、脱走兵取り締まりの任務を将棋隊に命じることでした。江戸から遠く離しておくことで不慮の暴発を防ごうとしたのです。しかし将棋隊も去るもの、頭取の渋沢誠一郎は勝の意図を見抜いており、慶喜公の警護こそが我らの任務として命令を拒否しました。そこで新選組の近藤勇らに白羽の矢が立ったのです。泣く子も黙る新選組といえば、薩長にとっては不具大天の敵。そんな者たちが江戸にいれば交渉の妨げになることは必然でした。勝は近藤に対して、脱走兵や不老の幕府によって治安が悪化した甲州の鎮部を命じ、5000両を軍資金として渡しました。近藤は早速新選組の生き残りを呼び集めて再結成し、新兵を加えて兵力を補充します。こうして3月1日に甲州鎮部隊は江戸を発し、甲州目指して進軍を開始したのです。
ところが近藤らは豊富な軍資金を元手に行軍する先々で合流していたため、板垣退助率いる陣将隊に先を越されてしまいました。甲府城を奪還することもかなわず、ついに勝沼の戦いで無残な敗北を喫したのです。勇猛で鳴らしたかつての新選組の姿はどこにもありませんでした。勝はこうなる結果を見越して近藤ら不穏分子を江戸から遠ざけたとされています。まさに策謀は図にあたり、いよいよ江戸城開城のための本格交渉が始まるのです。勝が繰り出した見事な交渉術、ここから勝は見事なネゴシエーターぶりを発揮します。新政府軍はすでに駿府まで達していましたが、慶喜の使者となった山岡鉄舟に手紙を託しました。我が方の海軍は未だ健在である。大阪湾からも東海道からも新政府軍を攻撃できるが、今は恭順しているため攻撃はしない。その代わり統制軍も箱根の西にとどまってほしい。西郷は痛いところを突かれました。確かに品川沖の戦いや阿波沖海戦では幕府海軍が圧倒しており、その気になればがら空きになった薩摩本国を襲撃することも可能だったわけです。こうした武力をちらつかせる一方、天璋院からも徳川家存続の嘆願書が送られてきました。島津成明の養女だった彼女が将軍正室となった際、担当したのが誰あろう西郷だったのです。さらにイギリス大使パークスが江戸城攻撃に反対したことも交渉に大きな影響を与えました。すでに勝はフランスとの関係を断ち切っており、イギリスを動かすことで交渉を有利に導いたのです。勝は慶喜が切腹と決まった場合にはイギリス海軍を動かして亡命させる手はずまで整えていたといいます。西郷が山岡に対して出した条件は7項目に及びましたが、もはや慶喜に切腹を申し付けるような厳しいものではなく、かなり寛大な内容となっていました。それでも山岡は西郷に迫ります。慶喜公を備前藩にお預けとありますが、もし立場を入れ替えて西郷さんが島津の殿様を他藩に預けろと言われたら承知しますか？指し物西郷も返答ができず、預かる形で保留となったのです。3月13日、高輪の薩摩藩邸において第1回会談が行われました。勝はこの時、和宮様の安全を図るべきだろうと念押ししたといいます。江戸城を攻撃せず穏便に済ませるよう暗示したのです。翌日の第2回会談では、勝は江戸城攻撃の無意味さを切々と訴えました。問題となった慶喜預かりの件については、故郷の水戸で蟄居するという条件でまとめたのです。双方は全ての条件において妥協し、こうして江戸城総攻撃は中止されました。もし江戸城が戦場になっていたら。4月11日、江戸城は無血開城となり、慶喜は水戸へ退去していきました。江戸城、そして市街地は火の海になることなく救われたのです。実際には勝海舟が旧幕府側トップに立ったことで、いずれこうなる結果だったのかもしれません。勝、西郷の双方が互いを信頼し合い、まるで師弟関係のような間柄だったからこそ、うまく交渉がまとまったのでしょう。もしトップが勝ではなかったとしたら、新政府軍は江戸城を攻撃していたかもしれません。もし仮に江戸城が戦場になっていたら、果たして旧幕府軍は勝てたのでしょうか。当時の新政府軍は兵力がまだまだ足りず、軍資金不足に陥っていました。主力の薩摩藩にしたところで、薩英戦争や度重なる状況、その後の相次ぐ出兵などによって藩財政が破綻寸前となっていたのです。三井や小野組といった豪商から借金を重ねて、
ようやく戦費を賄っていた有様だったといいます。また海軍力も旧幕府の方が圧倒的戦力を持っていますから、もし戦えば新政府軍は苦戦するどころか撃退されていたかもしれません。一方旧幕府軍ですが、初戦で勝利できたにしても後が続かなかったでしょう。頼みの海軍は食料や水、弾薬などの補給が必要になりますし、船体や故障箇所の修復は不可欠です。何よりベースとなる軍港を奪われれば動けなくなるのです。実際に榎本武明率いる旧幕府艦隊もそういった不備から次々と貴重な軍艦を失っていきました。こうした点から見れば、もし戦えば双方とも甚大な被害を被ることとなり、内乱はさらに長期化したことでしょう。また日本の近代化はさらに遅れたのではないでしょうか。江戸城海上をめぐる2人の勇気ある決断があったからこそ、多くの命が救われたわけですね。しかし江戸城が海上したとはいえ、戦乱はまだまだ続いていきます。江戸では京順に不満を持つ将棋隊が健在ですし、東北地方では大羽越列藩同盟が結成されようとしていました。やがて戊辰戦争における本格的な戦いが始まろうとしていたのです。まとめ、新政府と旧幕府をめぐるパワーバランスは鳥羽伏見の戦いによって一気に新政府へと傾きました。さらに江戸城が無血開城されるに及んで、新政府こそが無二の政権となったのです。勝海舟と西郷隆盛、この二人の曖昧な決断がなければ江戸は火の海になっていたかもしれません。そればかりか日本の近代化はもっと遅れ、それに乗じた欧米列強の餌食となっていた可能性すらあります。江戸城海城とは単なる歴史的事実ではなく、まさに歴史的瞬間だったのかもしれませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録いただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。